ごかった。魔法少女アニメなのに童話のお姫様が出てくるなんて。うん、どのお姫様もすっごく可愛いし、今度はどうなっちゃうのってずっとドキドキしっぱなしだったよ。そうだな、みんな好きだけど、推しって言われたら白雪姫の子かな。うん、ちょっとおっちょこちょいなところもあるけど、優しくて目標に向かって一生懸命なところも素敵だよね。リンゴパワーで元気全開、フレッシュアップルアタックって敵を倒してたよね。出てきたリンゴのお菓子もすっごく美味しそうだったな。見てたらリンゴのお菓子が食べたくなっちゃったし。顔が近くにあったから、びっくりしちゃったよ。うわドキドキして顔から火が出そう。え、あ、そうかな嬉しいんだけど、お姫様だなんて照れるよ。私のことを白雪姫って思ってくれるなら、王子様はあなたがいいな。舞踏会は大規模だって海ちゃんが言ってたけど、こんなにたくさんの人が集まってくれるなんて嬉しいな。あれ、あそこにいるのエマさんじゃない？おーい、エマさん。あ、手を振り返してくれてるエマさんも楽しそう。私もそろそろ下に降りようかな。ねえ、あなたも一緒に行こう。そろそろダンスが始まるでしょ。最初のダンスは私と一緒に踊ってほしいな。